あの、今日宿泊の予約をしていたものなんですけど、ようこそエールはるわるお越しくださいました。お名前をお伺いできますかあ、吉尾です。え、あの、よ、よしおです。よしお様はい。よしお様が投旅館を予約されたのが26日となっておりますが、本日、その翌日の27日でございます。えそ、それはどういうことえーっと、吉尾様が宿泊日を勘違いしていらっしゃるのではないでしょうか今日、今日宿泊できひんってことその、お帰りください。 いや、いやいや、待ってよ。この後近くのラウティング体験にも予約してるし、その後経流釣りの体験にも行こうと思ってるんよ。ここ宿泊できひんと困るんやって。とはいえ、吉尾様の予約日は昨日ですので。え、じゃあ俺どうすればいい少し街まで戻ってネカフェで寝るとか。ネカフェいやいや、お願いします。なんとか。いや、無理です。お願いします。無理です。本当にお願いします。無理ですね。 なんでなんよ、もうえいっつもこうやん。いっつもこう。いっつもなんでこうなんのなんで俺はいっつもうまくいかん。友達も彼女も就活も人生の何もかも。そんな自分を励まそうと思って協力に来たのに。なんで旅館に泊まることすらうまくいかんのや。全部自分が悪いと思いますけど。ずらしてや。え予約一日ずらしてや。当日に言われましても。融通気が出てくれや。宿泊する時間は変わらんねんから。昨日も今日も変わらんやろ。ちょっと無理がありますね。お前も俺の敵なんか。お前が私の敵やねどうせ。 おらんのやろえどうせ大した数の客おらんのやろ部屋も入っとるやろええやん。何がいいんですかほら、俺たちの関係ってテトリスみたいやん。何言うてんねんこいつ。需要と供給がガッチリやん。なんであかんのどういにもルールがありますので。臨機応変に行こうや。例えば部屋がここあったとして9人きっちり客入ってるならわかるよ。でもこんな長期休暇でもない時期にさ、満室って,てくことないよな。関係ないです。昨日も今日も大して変わらんやん。知ってるイギリスと日本で大体実は9時間あるらしい。今朝9時やで。 もう場所が違えば今日も昨日やん。違います。今日は今日です。部屋が9とあるなら一人ぐらい入れてくれよ。さっきから9多いな。俺が9好きやねん。センターフォワードか。わかってるんよ。俺がかしいこと言ってるってことくらい。急に冷静になるやん。将来 DV しそうやな。そんな相手おったらええな。見込みなさそう。知ってるかコメントでいつも吉岡悪い。遅刻する方が悪くて草とか言われる俺の気持ちが。なんで俺ばっかりこんな気持ちにならなかったの まあ、遅刻しなければいいんじゃないんですかそうやってすぐ痛いところとく。なんな痛いところっていうか、なんというか。あうな確かに尻り滅裂なこと言ってるんかもしれん。でも今日、この旅館で泊まることすごい楽しみにしててん。ありがとうございます。毎日バイトばっかして、頑張って貯金してん。それはほんまに、ほんまに事実やねん。ありがとうございます。ワクワクして昨日寝れへんかったくらいやねん。チェックインする前にチェックアウト済ましたんですね。余計なこと言わんでええねん。今どこまで話してたっけあ、そう。はい。チェックインして、ラウティング行ってとか。すっごいプラン立てて。それをわかるような、この学校。 こんなふかれてんねんで。はい。それでもダメな。はい。もう今日のプラン全部ダメになんねんで。それでも。知らないですね。もうええわ。何やねんお前。血もダメでもないんか。これ私が悪いんもうネットにバッドレベル書くからな。叩きに叩きまくったる。でしたらこちらもべこしを宿って名誉毀損で訴えます。そこまで目の叩きにする。幼稚園児にも本気なタイプさすがの目も引いたわ。お帰りください。言われんでももう帰るわ。 宿泊費29,800円。返してくれや。それはできません。な、なんで当日以前のキャンセルは小学のキャンセル料で済みますが、当日超えてしまいますと返金対応はしておりません。いや、宿泊額って、宿泊して初めて発生するもんやん。俺、泊まるどころか。一本も見入れてへんねん。吉尾様は昨日一日予約されていたので、一切チェックインされなかったとしても時間は過ぎてしまいます。なんでやねんおかしいやろ。おかしくないです。こんなんおかしいって。クレーマーですかえクレーマーでしたらどうよかも対応を求める場合もありますが、よろしいですかいやクレーマーではないです。では、お帰りください。いや、でも。お帰りなられるのかいかどちらですか帰ります